皆さんこんばんは。みんな見えてますかね。こんばんは。 SK48 チームEの高畑ゆうきです。毎週金曜日にショールームをしていますが、今日はプレハタの日ではありません。今日はですね、19時から1時間前ね、1時間前からファンクラブの事前登録が始まりました。みんなもう登録してくださいましたか？それか今からの方とか、今仕事中だから夜もうちょっと時間経ってから登録しようっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、ね、みんな登録してくれたかな？登録したよ、ありがとうございます。登録済みありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ちょっとピンクなんか着ちゃったりしてちょっとピンク着ちゃったりして、ちょっと特別な感じでピンク着ちゃいましたありがとう、登録してくれて。そして今は、約30分ぐらいかな、8時半ぐらいまでショールーム配信をやって、みんな登録してねっていうね、いろいろもろもろ言って30分空いて9時ぐらいから、もうねファンクラブに仮登録してくださってる方はね、わかると思うんですけども、9時から配信予約をねしてますので、9時に、ファンクラブ内での限定配信をちょっとやってみようと思っております。ショールームの名前ははしご高の高畑だけど、本当は高畑。これもまあ7月1日のファンクラブ、今事前仮登録なので、本格的な、なんだろう、あのトップページとか、これから7月1日に新しくオープンするんですけど、本当は私はしご高です。本当ははしご高なんだけど、はしご高だとやっぱその検索した時にあんまりね出てこないとか、ヒットしないってことがやっぱ多いので、はしご高なくしましたなので普通の高い低いの高に旗をこれから定着させていければなと思います。本当ははしご高なんだけどね。ゲーメまあでもどっちでもよか、今までどっちでもよかったんだけど、なんかそういう大事なサインとかなんか書くときははしごだかいつも書いてて、どっちでもいいんです全然名前にこだわりないやついや全然こだわりはあるんですけど、本当ははしごだか、うちの親も何でもいいよってみたいな感じなんで、別にそのね高畑を大事にしろみたいな親じゃなかったからはしご高でも高でもどっちでもいいみたいな。そうだから普通の高で今回ファンクラブをね立ち上げました親公認ならいいかなそう親は何でも、もう分かりやすかったら何でもみたいな。こんばんは。そんなわけで19時からはしご高、19時からはしご高じゃない間違えた19時からファンクラブのね事前登録始まりましたので、みんなここを多分見てる、ショールーム見てくださってる方はね、もう登録済みな方も多いんじゃないかなって思う。はあ、しろ。ちょっと寒いわ。ちょっとね、あの冷房を切ってまいる。切ってくるね。ちょっと待っててね。
ただいま。はい、ただいま戻りました。ちょっとね、私めっちゃ暑がりだから22度に設定してて、ガンガンでショールーム始めたけど普通に寒くなった。さすがに、さすがに、さすがに。ちょっと普通に座るとめっちゃ低いんですよ。だから正座して、椅子の上をさらに正座しています。ちょっとじゃあここにメモしとこう。お、これ便利だな。見る？見えな、全然見えんかった。あれ、これ逆？あ、逆じゃない。19時。ファンクラブってこの書き方でもわかるよね。字汚っ。ファンクラブ19時。19時からファンクラブサイト。むずっ。むずいよ。はあ、じ。あ、むず。はじ。こんな雑な、あ、でもギリ見えるね。ギリ見える。よし、こういうやり方でやる。ここにいたらちょうどいいか。はい。19時よりファンクラブサイト始まった。これ、我ながらちょっとガッタガタで汚いけどいいんじゃない。さあ、このショールームを見てね、さらに登録してくださると嬉しいです。味が出てる。でもそのファンクラブサイトでさ、何話そうかな。なんかこれからのファンクラブのこととか話せたらいいなと思ってるんですけど、ちょっとドーナツ食べていい？お腹空きすぎ。テレレレテレーン、ドーナツ。すごい自由な配信ですけど。いただきます。うん、写真撮ればよかった。一口かじった瞬間に思い出した。ファンクラブサイト始まるよみたいな可愛い写真、ドーナツと一緒に撮ればよかった。まだ間に合う。ちょっとショールーム終わってから撮ろう。一口食べて戻す。やらかした。うまっ。我慢しよう。かじったところを下にすれば大丈夫。
そうだよね。そのやり方でいこう。ファンクラブの動画サイトをコメントできるの？私もね、ちょっとみんなと同じで、あの初心者なので、ちょっと今日やってみて、多分コメントできるチャットみたいなのあった気がする。昨日ちょっとね見たんですよ、中身を事前に。そしたらまだ配信はできなかったけど、なんとなく多分コメントできると思う。ちょっとね、私も今日から学んでいきたいと思います。本格的なオープンまであと1ヶ月あるんで、ちょっと勉強しながらできたらなと思っております。失礼します。登録しました、ありがとう、ありがとうございます。なんかわからないこととかあったらいつでも言ってください。私もわからないことはいっぱいあるんで、あのスタッフさんにねすぐに聞いて答えれるようにするので。あ、そうじゃん、今日もう6月1日。え、今日6月1日だよね。6月もよろしくお願いします。ラスト1ヶ月アイドル。なんか5月病とかなかったよね。決めつけた。5月病とかあった？みんな。クレジットカードの登録は事前にした方がいいのかな。よし、それも聞くね。今日出た質問全部スタッフさんに聞こう。ちょっとそれファンクラブ内で話そうかな。ちょっと今ねメモするのが、ここにメモすればいいか。じゃあまたファンクラブの配信の時も同じこと書いてください。 I'm from Indonesia。 テレマカシー。インドネシア語でさ、ファンクラブサイト登録よろしくってどうやって言うの？そう、またここにちょっとメモするんで、よろしくお願いします。あ、最初はそうそう、無料登録だから、そのクレジットカードとかのやつは登録多分しなくて大丈夫です、この1ヶ月間は。だと思います、私も。けど、まあ聞きます、ちょっと。矢印から離れてた。今日顔薄い？そんなことない？家族3人で仲良く登録作業しました。かわいい、ありがとうございます、嬉しい。そんなことないよ、そんなことないよ、今日もかわいいよ。ありがとうございます。楽しみだな。コ
んばんは。このなんか三脚いいな、私も欲しい。これ借りたんですよ、この三脚ね。なんかこれぐらいサイズの、これほんとコンパクトな感じ、どこにでも持ち運べそうなサイズでしっかりしてるやつ、私もこれ買おうかな。なんかいつもあの100均とか300円キーンズとかであるじゃないですか、こういうもうほんとちっちゃいやつ、足が3本あって、あれはね使ってたんだけど、なんかめっちゃなくすんだよね、あれちっちゃすぎてなくすそうだからこれぐらいしっかりしてる、なおかつコンパクトなサイズの三脚めっちゃいい。かといって私がほらいつも料理とかしてる時に使ってるでっかい三脚あるんですよ、それ持ち運べないけど、これぐらいちっちゃかったらめっちゃいい。どこで買ったか聞こうと。普及したらプレゼントはゼストに送れるのか、どうだろうね。いやでも送れると思うよ、劇場ではなくなるかもしれないけど。料理番組はアシスタント募集するんですか。料理番組に出たいです。アシスタントでもいいのでてかアシスタントです、私そんなアシスタントとして出てみたいです。今3歳のいっこちゃんと一緒にショールーム見てます。イエーイ、見てる、肌が出よう、わかるかな、3歳のおいっこちゃん。高畑雪のおしゃべりクッキングとか、まあそのファンクラブ内とかでできたら面白そうですよね。今アマゾンセールやってるよ、今9点もやってますから。私9点昨日なんかいいのあるかなって、昨日メガ割り始まったんですよ。9点のメガ割りっていうのは、まあそのサイト、あのコスメだったり日用品だったり、まあアマゾンのセールと一緒です。そのまあコスメが安く買える期間があって、それがメガ割りって言って、それが昨日から始まって見てたけど、もうアクセスがやっぱできなかった。みんな集中してるんで、そこで買おうと。そうだから今日のお昼ぐらいにもう一回見に行って、欲しいものカートに入れて、最終まあ今日の夜本当に必要かどうか見極めてポチるっていう。そうでも欲しいなと思ってたやつソールドアウトになっちゃってたから、やっぱすごい目代わりってすごい。私はでもいつも目代わりでマスクを買うんですよ、大量にね。そう、そこで買うと安いし、あの目代わりの期間ってまあ何ヶ月に1回とか3ヶ月4ヶ月半年に1回とか、まあ結構ねやってるんですけど、マスクがなくなる、ちょうどなくなる頃に目代わりが毎回やってくれるから、そこで何ヶ月分のマスクを大量に買って、また目代わりがあったら買ってってやってる。結構でも目代わりは女子って感じですよね。男性の方でも買ったりしてますかね。知ってる人は多いかもね、目代わりよくトレンド入りになってるから。そうそう、よくこの時期になるとチーム E の楽屋では目代わりの話めっちゃしてます。今回何買うとか、今何流行ってるとかめっちゃ公演前の楽屋で話して、じゃあ私もそれ買うみたいな。みんなで共有してます。なので今回はまた聞こう
でも今そんなにこれがこのコスメが欲しいっていうのがなかなかなくて悩んでいます。無駄遣いしないように。女子トーク、チーム入り結構しますよ、コスメトーク。ハタゴン、え、来たよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、なんかクロックス落ちてるんだが。なんかクロックス、これ誰のクロックス？ちょっと待って、なんかクロックス落ちてるんだが。消しゴムこれ。こんなミニサイズのクロックス落ちてたんだが、誰これ？メンバーの落とし物だな、絶対。これ落とした方、高畑まで連絡ください。ここに置いてます、ここの机の上に置いてるので、これなくした方ここの場所に来てこの机の上から拾ってください。クロックス落ちてたんだが。SNS で呼びかけてみる。誰この右足のクロックスを落としたシンデレラは。右足のクロックスのシンデレラは誰？右足です。ってことは左足は履いてるのかな？シンデレラ？クロックスのシンデレラ。しかもこれ多分あれよ。クロックスにクロックスのこの穴にあの突っ込むアクセサリーアイテムです。だからクロックスにクロックスを差し込むっていうすごいあの技をしてるメンバーだと思う。クロックスのここの部分のチャームアイテムをクロックスにしてる、なかなかのセンスの方だと思う。おしゃれテクニック。クロックスはクロックス。なくしたよって方は高畑まで。クロックス用クロックスです。クロックスってさ、めっちゃ流行りましたよね。今めっちゃ最ブームというか、もう結構ここ数年から流行ってるけど、それより昔に私もクロックス履いてて、今クロックスの店とかもあるもんね、クロックス専門店。しかもさ、その当時クロックスって結構手軽に買えるものだったけど、今さ1万超えるんだよクロックスって。クロックス、クロックスの発音いいですね、クロックス。そう、1万超えてクロックスのお店見たんですよ。今めっちゃ流行ってるし、若い子とか、まあ、メンバーもなんか多分楽だから、クロックス楽だし、あと厚底なんですよ今。厚底とかすごい流行ってて、クロックスの、そう、それが可愛くて私も見に行ったの。だけどあのクロックスが、え、待って、1万超えるの？みたいな。プラス、そのやっぱこのこの穴のところにさ、チャームを差し込む、多分チャームを差し込むのが多分可愛いの。そう、いろんなね、いっぱいいろんなチャームがあって、それを自分が好きなデザインにね、できるっていう、自分だけのオリジナルのクロックスができるっていうのが多分魅力だと思うんだけど、これを合わせるともうとんでもない金額になるわけ。そうだから昔はそんなんじゃなかったのに、やっぱ令和のクロックスはすごいなと思った。だからこれ落とした持ち主の多分若いメンバーだと思う、これはきっと。
いいね、みんなクロックス持ってる、履いてる。でも今売ってる今風のクロックス履いてる人誰かいません？ちょっと厚底でもうなんかもうクロックス感がないクロックス。ほんと最近クロックスすごいね。ね、すごいですよね。色も絶妙だし、全部可愛いしね。スニーカーみたい、スニーカーのようにクロックスを履いてるもん。私ベランダの靴クロックス、しかも実家から持ってきたクロックス9年、10年前とかのクロックスを履き続けてる。多分厚底の靴履くのめっちゃ履くよ。てかめっちゃというかそんな厚底は履かないけど、身長が低いからぺったんこよりは絶対厚底派。なんかちょっとでも身長高く見せたいし、スタイルよく見せたいから厚底を選びがち。なんか厚底って言うとちょっとなんかさ、その、まあ、若いイメージがあるかもしれないんですけど、なんか今すごい大人っぽい厚底とか、もうさりげない厚底とか、例えば厚底に見えないけど中身がインヒールが入ってるみたいな、インソールとか中身が厚底でさりげない厚底っていうのがすごい好きです。うまっ、ドーナツ食べたい、ドーナツ食べたい。写真撮ってドーナツ食べればよかった、始める前に。落ちてたクロックスってこんなに話広がると思うな。このクロックス落としてる人メンバーいたら言ってください。ここに置いときます。ショールームでドーナツ写してもらえばスクショして送りますよ。ありがとう。ありがとう。でも厚底といえば、まだ厚底の話するんかいっていう話なんですけど、あのなんだっけ、釘付けウィンクの厚底がマジでやばい。あれは厚底すぎる。あれぐらいの厚底をいっちゃうと多分ダメなんだけど、あれこそが厚底ですよ、釘付けウィンクの靴。私も最初履いた時めっちゃなんか不安定、怖かったけど、厚底すぎて。ヒールはヒールで足が痛いし、厚底はさ、あのグキっていっちゃうのが怖いっていうのがあるんですけど、そうそうならないように踊って。多分釘付けウィンクの3人は結構体幹鍛えられてるんじゃないかな。結構ね、足元も気をつけながら踊ってるから、結構ね、あの体幹は必要ですよ、あれは。怖いもん、グキって言っちゃうと。伝説のハタゴの釘付けウィンク伝説だったね、わかんない、もう一回あるかもしれない。でももう一回あるんだったら炎がいない時だから。でも炎と一緒に出れなくなるのも悲しいからね、もし可能性があったら釘付けウィンクやりたいです。でも炎がいないのはちょっと寂しい。ファンクラブ登録完了ありがとう。テレマカスイーサムサム。別ポジでも覚える、別ポジでも覚えます。覚
覚える覚える全然。キラスキとかやりたい。キラスキとかやってみたい。まあでも可愛い系やりたいって思うのが多いな。ちょっとリボルバーとかは、リボルバーとかユースコールは難しいって。リボルバーはあの3人がね、やっぱ初日に向けてどれだけ3人で合わせてきたかで、今までずっとやってきて、まあ誰もまだアンダー入ったことないじゃないですか、リボルバー。その中にさ、マジ初心者の私というか初心者が入ると本当に多分平等に並べない。だって1年以上の3人のその絆と合わせた培ったものがあるのに、初心者の私がここから3人に追いつけるわけがない。なのでリボルバーは却下。却下。それに伴いユースコールも却下。キラースキーも、まあドンさんがアンダーとかに入ったりしてたから、まあ可能性はある。釘付けウィークも一回やったから、まあまあまあ。星の雫はやっぱミレ、これはもう絶対ミレ。カホの星の雫も大人っぽくていいんだけど、やっぱ星の雫といえばもうあの尊い、もう見れたんかやってくれんと困る。そうそう、なのでさすがに星の雫やりたいとは言えん。もう見れが本当に、見れがやってる姿を端っこで見たい。それに伴い次はまあじゃあキラスキかな。勝手にキラスキにするやつ、好きかな。まあでもできる可能性はもう低いんですけどね、ほぼ。もし誰かがもうその日に体調を崩してしまったら行きます。てなわけでもう30分過ぎた。ちょっとユニットの話でいっぱい盛りだくさんしちゃったんですけども、このあとはね、9時からファンクラブでちょっと初めて配信をやってみようかなと思うので、ぜひ皆さん登録された方はね、ファンクラブサイト内の配信をご覧ください。登録まだの方はぜひねしていただいて配信見てくださると嬉しいですけども、まあ配信の方は多分あの今日やってみて、今後もちょっとずつね、オープンまでに何度か配信できたらいいなと思ってるので、今日だけしかもう配信見れないのとかはないのでね、みんなぜひマナの方は登録してあげてください。というわけで、じゃああと30分後にファンクラブ内で会いましょう。ありがとう、ショールーム見てくれた皆さんありがとうございます。また後でね。あ、ショールームはもうこれで終わりだけど。またね、ありがとうございました。たくさん。バイバーイ。ありがとう。